マステ、センザーチャンネル、イエンとハナとアキとカズです。インドはどんなイメージがありますか、ミャンマー人にとって。食べ物が美味しい。おお、あと、そうですね、あとは女の子が綺麗、綺麗というか、あの目とか、目とか鼻、はい、眉毛とか鼻とか綺麗。おお、あとは映画が有名、ミャンマーで。ああ、そうだね。ダンスかな、ダンスが上手。鼻はどんなイメージがある。私もインド人大好き。お、そうなんだ。なんで顔、うん、女の子も男もかっこいいし、綺麗し、うん、眉毛とか鼻とか前させようこと、それ大好き。インド人のちょっと顔、うん、ミャンマーはさ、はい、インド系の人もいる。いますね。多いよね。はい、ダウンタウン、特にダウンタウンが多いですね。インド人街みたいなのあるのかな。あるらしいです。へえ、ご飯美味しいよね。サモサ大好き。ビンガラタウンニューンあたりかな。あ、ビンガラタウンニューンなんですね。はい、タウン多いね、それは。さあさあさあ、へえ、あの辺なんだ。はい、いや本当にかっこいいよ。ドキドキはね、そっと見てる、ドキドキは。セーザーチャンネルの方向性がさ、ここ最近あのちょっとイケメンチャンネルになりつつありますね。女の子いいからね。綺麗だよね、でもインドの人。私前夜会に住んでいる時ね、インド人の学校にいていました。あ、そうなんだ。そうなの。はい、ちょっとインド人の学校行くから、ちょっと田中とか乗るできないし、それで私朝早いでインド人の女の子で一緒に学校行って勉強しました。そうなんだ。そうなんだ、はい、子供ぐらいからね、夜会に住んでいるからインド人優しいと思うんです。へえ、はい、日本人からするとね、インド人はカレーのイメージだね。そうですね。そう、カレーのお店は大体インドだってなってたけど、よくよく後から考えたらインド人いないんだよね。ネパール人ばっかりらしいっていうね。らしいですね。そう、なんだ、ネパール人だったのかと。でも美味しいですよね、日本にあるカレー屋さん。そうなんですよね。僕がインド人だと思ってた人たちはみんなネパール人だったっていう。あとはあのいいイメージもありますけど、ちょっとあまり好きじゃない、私が好きじゃないイメージもあってて、あれがね、あと人は人同じですけど、インドだと例えばあの偉い名字とか下の方とか、そういうなんか分ける文化があるらしいので、それがあまり好きじゃないんです。あれがね、ちゃんとしたそのシステムがね、社会のシステムになって、カーストですかね。日本語なのか英語なのか分からんけど、まだあのデイリーとかモンバイとかはあんまりないんですけど、田舎の方だとまだあるらしいで。そうだね。なのでかわいそうなって思ってます。ね、外から見るとね。だから IT が今すごい流行ってるんだよね、インドでね。どんなそういう人たちでもできるから、そういうカースト制度があってもみんないろんな働き方ができる時代になっているわけですよ。で、昨日読んだ本に書いてあった。今、はい、選挙が熱い。熱い。強いよね、NLD。15年よりも今回はもっと勝ってる。そうなんだよね。意外だなと思ってびっくりした。はい、ちょっと減るかなと思ったんだよね、今回。昨日私たち、アナも部屋にいるね。うん。夜8時ぐらいで花の場所で帰って、人多いです。昨日車とかちょっとアナディのダスでいっぱい。あれ何してたの。おめでとう会。あ、そうなんだ。はい、ずっとうるさかったね。集合台にアナディの、本部がありますので、みんなその前で待ってて、カッカを待ってたらしいです。それで、勝ちましたよと聞くとみんな嬉しくて、はい、Facebook でライブとか芸能人とかはなんかほとんどみんなライブして。そうだよね。はい、なんかすごいいっぱい集まってたなと思ってさ、あれみんなコロナ忘れてないって思ったの。そうですね。なのであのすぐにね、夜
11時ぐらいにかな、10時ぐらいにあのネビュラの獣医師かな発表しました。投票してありがとうございましたけど、ウイルスがありますので自分の家から結果を待ってくださいという発表。いやみんな興奮してたもんね。 Facebook もすごいいろんな人がポストしててさ、すごい時代になったね、うん。今回もエナジーとかは買ったのはなんか Facebook とか IT のおかげがほとんどですよ。はるか Facebook にあのインクのやつあげてたよね。見た見た。あの指のインクは何なの？投票したというなんか証拠。2回投票できないからでしょ。なるほどね。2回投票する人いるの？あれさ、はい、1回投票しないとダメでしょ？ダメです。全然知らないおっちゃんなんだけどさ、手袋の上からしてたよ、インク。おやおや。おやおやと思って写真だけ見てね。はい、今ほらコロナだからね。おじさんだから。おじさんだから。おじさんだから。今ってもっとあの年上に危ないでしょ。だからでしょ。あ、みんなつけるもんね、同じインクにね。久々の選挙でしたが、ね、5年前にも選挙を見たけど、今年の方がね、なんか盛り上がってるね。盛り上がってますか？で見えるかな。本当に5年前 Facebook なかったから、まあ、あったけど、そんなにみんな使ってなかったから、どんだけ盛り上がってたんだろうと思ったけど、5年前は公園でみんな集まってね、ワイワイしたりとかしてたんだよね。今年はどうかなと思ったけど、今度は Facebook でね、みんな夜遅くまで。選挙を見てて、私はね、Facebook とかインターネットとか、そういうなんか、それは本当にありがたいです。次5年後か。花も24歳か。うん、私も30歳か。なりたくない。なりたくない。だいぶ変わってますよね。本当に5年もあれば。この5年間ですごい変わったからね。わからないよ。あのカズさんが子供2人ぐらいあるかもしれない。あるあるあるのよ。え、間違いない。本当ですか？あるのよ。え、どうしてどうして？いやいや、僕ほら未来から来たから。ほう。未来から来た。5年後のミャンマーとかも知ってるんですか？そうなんです。実はもう全部ね、知ってるんで。え、カズさん何年先から来たんですか？僕あの、7年先から来ましたよ、ね。あ、7年先から来たん。あ、じゃあ今回の選挙の結果も知ってた？あ、もうね、あのウィキペディアに書いてあったんでね。あ、ウィキペディアに。ちょっと、じゃあ私のことも聞こうかな。もう7年先もみんな幸せそうな顔してたよ。あ、本当ですか？嬉しい、ね。怪しい占い師みたいな。怪しさ満点。あたぼは11日で一人で1万コンサンチャットです。あたぼ、私も行ったことないです。私も行ったことない。それ何復活するの11日に？はい。マジ？入場制限とかあるの？書いてないです。書いてない。時間でね、はい、区切るんだったらまあありっちゃありですよ ね。 そうだね。1時間で10人とか、ちょっと距離取って泳いでくださいねみたいな。それ何、みんなマスクしなきゃいけないの？そうですね。びしょびしょになるけど大丈夫？びしょびしょになってチェンジしないとダメなのね、それだと。そうだね。顔出したまま泳げるんで大丈夫です。そういう問題じゃない。そういう問題じゃないか。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは花とレンとアキとカズでした。またー。